球はセンターの左を抜けていきました。ダビシェードは二塁に到達。ノーアウトランナー二塁。さあ今日はゲームから中田さん、序盤からかなりこう動いてきそうな、ね、そんな展開ですかね。両投手とも全然落ち着いた自分のピッチができてないなって感じですよね。ですね。やっぱり変化球、去年まで5年連続でホームランと打点はチームトップという数字、ビシエド、その実績は十分です。この当たり三遊間抜けてきました。ビシエドにも出た。さあ分からなくなってくる。さらに1点を返しました。これ二回り目だったかな。上げていらっしゃいました。このビシエドもタイムリーヒット、三遊間を抜けていきました。立浪監督も後半戦の戦いを抜く中でのキープレイヤーとして名前を挙げていたビシエドです。この当たりも3安打猛打賞。あっと、その間にランナーは一塁ランナーは三塁へ、福永は三塁へ、そして打ったビシエドも二塁へ。今はそのブリンソンの打球の処理ですか、うん、まあ、処理はでもその後の、カバーしている動きっていうのは悪くはなかったんで、はい、この2、3塁はしょうがないじゃないですか。そうですか、ここに飛んだ瞬間にもう2、3塁になるなという感じはありましたからね。なるほど、